いろんな動物がいました。動物と一緒にね、最近よく歌ってるんですよ。南こうせつさんです。どうも皆さん、こんばんは。南こうせつです。ようこそ。ようこそはこっちですよ。あ、そうですか、ね。こうせつさん、ようこそ。番組5年前になるみたいですよ。そんな経ちますか。早いですね。5年前に5月ですから、ちょうど丸5年になるんですよ。あ、そうですか。サマーピクニックの前に来ていただいて。そうだ、そうだ。9月にね。うわ、5年ぶりですね。5年ぶりです。ありがたいな。ありがたい、ありがたい。いや、ありがたい、ありがたい。その間、僕は、その間、どうしたの？こうせつさんよりもですね、どちらかというと、吉田一派の方にいまして、吉田一派にずっと毎週捕まってましたから。そうだ、エルフね。そうなんですよ。もう吉田拓郎先生のね。拓郎さんは、お前は南一派だろってずっと言ってるんですけどね。どっちでもないです。論争が続いてるわけです。続いてんですけどね。そうなんです。で、去年の9月に番組も終わって、そうなんですか。ええ、なので今日こうしてです。無事今日は穏やかな感じ。ありがとうございます。よろしくお願いします。心霊室ならずに今日は大丈夫です、大丈夫です。番組を進めていただきたい。噛み合わせも良くなりましたので。良くなりました。もう任せてください。はい、お元気でしたか、こうせつさん。もうまあいろんな場所でお会いはしましたけど、いろんなとこで元気でやっておりました。ライブも今結構数多いですね。個人でもやってますけど、翔やんと一緒にね、姫風というユニットを組みましてね。すごいですね。それでやるんですよ。やってるんです。楽しいですね。かぐや姫と風ということですね。そうなんですよ。もともと伊勢正蔵っていうのは、はい、私の高校の時の後輩なんですね。大分で。そうなんですよ。それで当時、はい、If you miss a train I'm on You will know that I am gone You can hear the whistle blow A hundred miles. こうやってずっとショウヤンと二人でやってるんですね。動物と一緒にね。何でしたっけ、ラリ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 ラっていうのが実はあるんです、はい、あれですね。来た来た。早くも来ました。シャーララー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 月の夜シャーララー。ラジオ機の皆さんもどうぞシャーララをご唱和ください。酔いどれかくや姫、サビに行きます。あなたはかぐや姫なのか、それともババアなのか。おお、街の男を髪を持つ。これがデビュー曲です。そうなんですね。この時は翔也いなかったんですよね。この時は雨はふるふる、布団は濡れる。よくご存知ですね。こうすこされぬ安月収穫。これ2枚目です、ね、これ2枚目の変調タバンズパーツ。3枚目が満月の夜。満月満月、一人で寝てると、寝てると寝てると、なぜか小指がうずくのよ、うずくのよ。一人で寝るのは寝るんじゃないよ、一人で寝るのは横に立つだけ。誘いに来る子、いや一人で寝るのは寝るんじゃなくて横に立つだけっていうね。斬新な、またこれ悪友さん。
悪意村ですよね。滋賀、そうなんです。滋賀、あの酔いどれもそうでしたもんね。酔いどれも悪意村なんですね。この3枚を出して、影浜には解散したんです。解散して大島三平さん、森進一郎さん、そして僕だったんですね。それでまあもうちょっと僕はね、納得いくまでフォークを歌いたい納得してなかったそれまでがクラウンレコードクラウンで、もでも B 面は真面目でしたよ。B 面1曲目は大きな川の向こうの村に小さな愛がありました。黒人兵士と村の娘の密かな愛でした。よく知ってますね。あれは A 面、そうなんですよ、そうなんです。で2曲目の B 面が、マキシー、それがお前のあだ名さ。そうですよね、これが2曲目の B 面でした。 B 面はすごくいいんです。なんで A 面がクラウンレコードっていうからどうしても満月をこれが A 面でしょっていうね。そうです。まあそのレコード会社に翻弄されて、はい、自分たちの歌いたいものは全くまあ強化されなかった。なるほど。それで本当に自分たちが歌いたい納得するものを全面に押し出していくグループになりたい、なるほど。つまり商業的にならずに、ね、ちゃんとアーティストとして表現したいということで、はい、次にショウヤン、それから山田パンダさんを入れて影浜が出発した。そのヒット曲が神田川になるんですね。そうですね、神田川になるまでも何曲か紆余曲折がありましたね。一人で歩いてたら声をかけられた。誰かと思ったら、あ、田中くんじゃないか。これがありましたね。田中くんじゃないか。田中くんじゃないか。これもうちょっと反響があるかなと思ったんですけど、ほとんど反響がないまま。自分の中では結構反響をしましたけど、ね、だからこうちゃんみたいにそうやって自分の中では反響したっていう人がいることはいるんですが、あまりにも少ない人数で、そうですよね、それでそのままフェードアウトになったんですね。はい、神田川までは何曲かね、あれ一人っきりがあったり、一人っきりがあったり、あと、僕の胸に僕があったりとか、あったり、そしてその深夜放送僕やってましたから、はい、かぐや姫サードっていう3枚目の LP の中の B 面に入ってた神田川、ね、B 面の1曲目ですね。さあこれが大ヒットするんですね。しましたね。最初はアルバムの1曲だったんですもんね。アルバムの1曲だったんですよ。でそのサードまではそのさっき出ていた後輩の翔やんはそれほど前面には出てなかったですね。詩は書いてましたけど曲はもちろん作ってないし、歌もほとんど出てない。アビーロードの街と、うん、そうそうぐらいですかね。あの日の君は傘さして青山通り歩いてた。君は雨の中ちょうど今日みたいな日だった。そうやんだったんですね。そういうとこしか出てなかったんですね。そういうとこしか出てなかったですね。これはでもリードボーカル歌ってこれリードボーカルでした、そうそうそう、ね、だからまあ、ビートルズでいうとジョージ・ハリソン的なアルバムで1曲か2曲かっていう感じですね。いいとこついてます。コーセスさんがジョンとポールを両方やってたっていうでパンダさんがリンゴリンゴパンダさんは自分でリンゴみたいにになりたいと言ってました。あ、そうなんですか。だから僕は1曲でいいんだって、アルバムの中で。そんなこと最初の頃言ってたんですけど、だんだんまあ増えてきたことは増えてきたんですが、まあそれは僕の、あの、方針でもあったんですが、先ほどアルフィーのかかってたリバプール、はいはい、何にリバプールだ。リバプールに、こんにちは。リバプールから遠く離れて。あ、そうですか。はい、リバプールにこんにちはじゃないですか。遠く離れて。失礼しました。はい、遠く離れて。ね。
でこれはアビーロードの街って、つまりやっぱりこの世代ってのはどうしても、ね、行く分やっぱりビートルズってのはいやもう外せない取らざるを得ない。そうですね、あのハーモニーの感じも、はい、なかなかビートルズの。ビートルズもやってたんですか、こうせつさん。ビートルズあんまりやってなかったんですけど、どっちかというと BPM とかですか。そうですよね、はい、でもビートルズはでもほとんど聞いてますね、聞いてますけど、いや演奏するのはそうですね、 PPM とか、はいはい、キングストン・トリオとか、あ、キングストンとかあの辺から入ってきましたからね、はいはい、ブラフォーとかね。じゃあショーヤンと一緒に歌うのもそっち 系、うん、そっち系。ビートルズはハモるとかあんまなかったなかったんですね、はい、ビートルズのハモの研究はもう財津さんに全部任せた。財津一郎さんじゃないですか。財津和夫さんですね。ピアノ売って頂戴じゃないですからね。それでまあショーヤンと一緒に曲を作られるようになって、そうなんですよね。もうファーストアルバムからショーヤンが詩を書いてやっておりましたっていうのが感じでしたもんね。やっております。僕は何をやってもダメだ。あれは曲は拓郎さんだったかな、あれは。そう、ね、ソイロとか ね、いろいろやっておりました。そうですよ、その長くなりましたが、はいはい、そのショーヤンと、はい、ちょうどいいねタイミングが、そのショーヤンと一緒にこの、うん2人でですね、姫風をライブやってるやるんですよ、はい、もう何本もやってますよね。もう何回かやってますけどね、はい、非常になんていうかもう受け狙いとかなしに二人で淡々とやっていくって、で淡々と喋っていくっていうのが気持ちいいんですよ、やっててね。そうです、ものすごい気持ちいいですね。じゃあもうここで受けようとかそういうの、それは一切考えずに、その昔のかぐや姫、それが風時代の歌を歌うんですね。これがいいですよね。ほとんど二人でのライブ、ソロパートもあってです、ある、ソロパートってもう一曲、あとはじゃあ全部、うん、あとほとんどもう2人でやっていくんですよ、ね、じゃあかぐや姫の曲たっぷりですね。結構入ってますよね。いいですね。カモの流れとかもありますか。いや入ってますね。入っても外せませんよね。あの人の手紙とか入ってます。来た来た来た。優しい雨カモの流れに映るあなたの姿、あれは、あれは初めての恋、見つめ合う、見つめ合う、見つめ合う瞳、あなたと二人。はあ、これをショーヤンと、ね、情緒があっていいですな。情緒があっていいですな。玉露飲みたくなりますね。人次郎橋、人次郎橋やってますか。これはさすがにこれでも妻越えの時に拓郎さんとかぐや姫でやった時に人次郎橋を選んだんです。そうですよね、ね、村の外れの人次郎橋は月の出る夜は濡れるそうな花子十八まちまち暮らす二年三年、人次郎さんに惚れて恋に命を捨てたそうな。やってましたもんね。懐かしかったなこれ。やっぱりあのかぐや姫っていうのはこの日本の持ってるね、はい、このテイストですよね、うん、これベースには置いてたんですよ。これやっぱ最初のいわゆるコンセプトというかっていうのはあったんですよ ね、これあったで、うん、これがずっと一巡二巡して、はい、もう僕らの頃はとにかくいかに外人になれるかっていう時代だったんですよ、はいはい、もう外人になりきる、なりきる、うん、なりきる。そうです、ゴーセスさんも外人になってたんです。外人になれたらなって思ったけどでもどっかにやっぱりそのドンヘンリーやっぱなりたかった。ドンヘンリー、ドンヘンリーなの。
ドンヘンになって、でもなかなか慣れなくて、慣れなかった。ボーカルは近いところまで行ったんですけどね。ボーカルさんはハスキーで、そうですね、ハスキーでね、頼むよ坂崎っつってね、ドンヘンリー、ドンヘンリーだ、やるのって言いながら結構歌うんですよね。そうそう、あとビートルズ、ビートルズ大好きですから、ね、聞いてるかもしれないですよ、ボーカル。あ、今日聞いてますね。聞いてると田中さんにメールが来るんですよ、いつも。田中さんのところにメールが来るんですよね。僕のところに来ても取れないですから、メール。生放送中だから、ね、聞いてるぞ坂崎。そう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 、でみんないかに外国人アーティストになるか、なりたかった、外人に近づくか、はい、でもそれをなんか結構まあ日本語でね、はい、自分たちのアイデンティティを、うん、そのギターに通して、なるほど、ね、はい、楽器に通して自分たちのアイデンティティを歌うのもいいんじゃない、うんうん、それの方がいいんじゃないか、正しいぞ、うん、というようなことで、まあ、フォーク始まりまして、はいはい、で一巡して、うん、今またねやっぱり大事だと思いますよ、日本 の美しい文化とか季節の移り変わりとか、はいはい、ずっと縄文から、まあそうですね、万葉から平安から鎌倉から江戸から明治維新から伝わってきた先輩たちが残してきた情緒、うん、はいはい、それから美意識、うん、それから旨味、あ、旨味ね、こういったものはね、旨味コク、コク、旨味コクはなかなか外国人には分からない、からない、これはね大事にした方がいいですね、だしね、だし、だしです、だしが大事ですよ、ね、だし、だしだよ、日本人はだしですよ、ね、うん、だしだし、はい、うん、それをじゃあまた新たに最近はだしをとって母さん、こんなはずじゃなかったのに、火を取って母さん、私のパンツは窮屈、だしを取って母さん、うまみ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 、私はだしを取りながら命がけで生きてきたのです。外人になりたかったあの時代、時は流れ、母さん、私はだしです。走れ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 、君をその命を信じて走れ走れ、戻るなおいお前、戻るなおいお前走れ前を走れ、そう前向いて前向いて、どうすんだ横向いて、走れ前を走れ、はい、前さよなら、リバプールだしですよね。私はだしだと思いますよ。だしです、うん、これからはだしでしょ。だしですよね。もうみんなほっぺたが痛くて大変ですよ、ね。和食が曲聴きますか、小瀬さん。あ、そうですか。そうですね。一曲目いきますかね。小瀬さん、そうですか。いいんですか。はい。じゃあこの季節に今私は一番聞きたい。さっきからずっとこれからの季節のかかりね。我々おいちゃん世代の心地いい8ビートですよ。うん、やっぱりこの。そして16ではないですね、16じゃないです、8ビート、この若葉の季節ね、いいですね、いいね、16ビート、はい、そしてほらピーターとゴートンとかバーズの12弦、なかなかいかないな、歌に12弦ですよね、爽やかな12弦バーズの人は名前何でしたか、ね、ロジャー・マッギー、ロジャー・マッギー、あとデビッド・クロスビー、あ、いいですね、デビッド・クロスビーもいましたね、ロジャー・マッギーの12弦の感じですよね、いいですね、あれでもボーカルがここでまた登場するんですか、ロジャー・マッギーのなんか7弦ギターっていうのがいいですよね、あ、そうですか、1,2,3 弦だけがダブルになってる、あ、なるほど、はい、これがいいんですよ、はいはい、7弦が、そっかそっか、うん、ここが一番高い音が出るんですよね、そうなんです、3弦の G の音が、そうなんです、これが気持ち悪い、ロジャー・マッギーも7弦ギター使ってるんですか、
いや、ロジャー・マッキーのサインが入ってる7弦をボーカルが渋谷で買ったってただそれだけなんですが、ボーカルさんが買ったの。またここで出てくる、また出てくるんだ。で、私がそれはいいねと、それはいいね、どこで買ったの、渋谷で買った、渋谷で買ったの、何何電話をしたら、横浜に1個ある、私買ってきたんですよ。買ったんですか、高瀬さん。買いました、ほら、今でも持ってるんですか。今でもあるんですけど、7弦みたいな、あれいいですね。あ、そうですか。あれでちょっと演奏してますんで、ポルシャスの頃っていう、この季節にふさわしい、はい、のでありますが、はい、影響されたのはまず、ね、まあ、高瀬さん曲いきますよ。まず Mac 5 K's Transmission。 はい、今日は南高瀬さんが来ていただきまして、はい、ありがとうございます。クローンズ、クローンズ再結成って感じですね。なるほど。どっちが高瀬さんかわからない、秋島の松本くん、一人きりやってくんないか。一人一人、これは大変。どっちかな、どっちかな。これは南こうせつの作った歌でありますが、どっちかな、どっちかな。鳥が鳴いて川が流れて野山は今花が咲き乱れ、高瀬さんって呼びやバレちゃうじゃないですか。汽車は行くよ、煙吐いてトンネル越えれば竹中だ、こんな楽しい夢のような、こんな素敵なところは間ですね、昔のあのテープが出てきまして、カセットテープ、ほう、72年の文化祭ですね、ほう、高校3年だったんですけど、アルフィーがまだアルフィーになる 前、まだ桜井とは出会ってましたね、コンフィデンスをやってる頃ですけど、秋の文化祭で鳥がやってるところでやってんですよ。歌ってんですけどね、ちょっと声やっぱ高いですけど、高い、似てました、似てた、自分でも似てたと思う、似てたなすごいね、そのテープ今日ね、一つのリンゴ君が二つに生きるとかやってましたね、拓郎さん、拓郎さんリンゴとかね、その頃から南赤吉田かっていう、そうですね、自分の中でもどっちなんだろうってな感じはありましたね。それでやっぱり拓ちゃんがいい、問い詰めるんですね、問い詰めるんで、どっちなんだ前は、はっきりしろ、はっきりしろったって難しいじゃないですかやってましたね。でもね、高校の時のカセットって意外とマルチテープと違って、うん、持つんですよね。あ、そうなんだ。意外と軽いから多分負担がかかんないんですよ。あ、なるほど。別にそんな大した保存の仕方とかしてないんですけど、うん、その辺に置いてても、置いててもちゃんと聞けますね。いいね。ただ頭とケツのあの透明のテープが、あれが、あそこが剥がれちゃうんですよ。だからまたネジ外して、うん、そこを止めて、それはいい話、はい、あの透明のとこが外れやすいです、外れやすいんですよ。でだから一回止めて、うん、CD に今度焼いちゃうんですよ。ああ、そうすると永遠と高校の頃の鳥が鳴いてが聞けるやってましたね。そもそも、僕ね、高校1年の時に、1年だったと思うな、2年から、先輩が坂崎お前高瀬に似てるなって言われたんですよ、声がこう、で何を歌ったかっていうと、青い月の夜を、先輩の前で歌ったら、うん、お前似てんじゃねえかって、それからなんかやるようになったんですよね。その先輩には感謝ですね。そう
だよね、はい、一つの芸をやれと確立していただいたという意味ではやれと言ってですね、それからですよねそれからですか、それからですね、高校の時からやってましたわ。そういえば、いや思い出してきましたね、思い出してきましたね。翔也はどんな高校生だったんですか。翔也はもう先輩の高生さんが神様って感じですか。いやなんか一応僕は独裁者でしたから。あ、独裁者ですか。僕の言うことはもう聞かないけど高校時代はそういう時代なんですね。そうですか、自分の感情とか関係ないですね、はいはい、なんか北朝鮮みたいな感じで私が支配しておりましたからあ、そうですか、じゃあ翔也もう完全にもう高瀬さんには服従出すです、ね、あ、そんな感じですか、じゃあ今そういったやっぱ虐げられた環境の中でいいものが生まれるんですねなるほど、反動で、反動で今に見ておれって。じゃあ名残雪も22歳もだと思いますよ、一気に神田が売れた後に後をどうかしましたね、それまで作詞作曲は爆発ですか。爆発だよ、爆発だなんだこれは簡単に俺の椅子に座られてたまるく岡本太郎さんになりました。岡本太郎さん、岡本太郎制作の椅子っていうのはね、座りづらい、3時のあなたって、ね、昔あった当時3時のあなた、はい、司会がね誰だったかな、あったんですよ、あったんですよ、ワイドショーっていうのが大昔ありましたね、3時ぐらい、2時3時今覚えてます。その時に山田太郎さんがまだ元あ山田太郎は違う山田太郎さんは新聞少年、お前は知ってるかい長官太郎と言うんだよだねそうですね、そうじゃなくて岡本太郎さん、なんだこれはねあの彫刻家のねでその方が3時のあなたはワイドショーに出てゲスト出て、大体ワイドショーに合わないですよねもう合わない、ご本人ってキャラが出そう出そうって感じで目がクリッとしてなんかもう怒ってるわけですよ、ね、はい、最初から、何に怒ってるか分かんないけど怒って不愉快な顔出てきて、はい、でその時新しいなんか椅子を作った、あ、ご自身 で、はい、でその椅子を、ね、まあテレビで私らも見てて、はい、ほーっ岡本太郎の椅子だ、はい、それはクニャ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 してんですよ、もう柔らかいんですか、見た目が、いや木で柔らかくないですよ、でも硬いんだけどクニャーとしてこう座りづらいって歪んでるから、はい、そしてその司会者の、メインキャスターの人が、はい、その太郎さんに、この今回のこの椅子の、新しい、これはちょっと座りづらいんじゃないですかって言ったら、あの目を向いて、簡単に座られてたまるかっつってね椅子ですからねお前たちに簡単に座られてたまるかっつってすげえさすがですねこれ芸術はそれでいいと思う、ちょっと理解できない、僕はそれでいいと思う、それでいいんですよ、だから座りやすいのは、もう一般民間の発想ですよね、そうそう、俺はそんな椅子は作らない、ね、座りづらい椅子を作るんだ、その辺が拓郎さんと共通したところだ拓郎さんアーティストの、お前たちに簡単に聞かれて止まるかってそうか、コンサートやらない、山本さんに通ずるとこあるんですね、じゃあ生でやりますか、生でいいですよ、生でやります、ね、今日は何やりましょうかね、あのあれをね、どこだっけな、はじめまして全曲リクエストって来てますね、なんちゃって高校生、今度これはすごい、全曲は無理だ、全曲は無理だから、はじめましての入ってる歌で、好きだった人っていう、いいですね、簡単なのありますか、いきますか、あ、4カップですよ皆さん、好きだった人、ブルージーンズ履いていた、好きだった人、白いブーツを履いていた、好きだった人、捨ててこも履いていた、好きだった人、 T シャツが似合ってた、失恋という言葉は知ってたけれど、失恋という言葉は知ってたけれど、好きだった金魚すくいがうまかった、好きだった人、ヤクザ映画に誘ってくれた、好きだった
きっとアベレージが100になった。好きだったきっとかぐや姫とアルフィが好きだった。失恋という言葉は知ってたけれど、失恋という言葉は知ってたけれど、ララ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 ラ、白い白い波が砂に消えるとき、私の恋も消えてしまうの。でも今は何も思います、簡単にお前たちに座られてたまるか。なんだこれは、うん、なんこれはダジだろ、分かりきってこそ言うなバカ野郎見つめていたいこのうぃ、K's Transmission. Nat 5, K's Transmission. この高瀬さんと翔也のね、はいはい、姫風が、ねとりあえず、国際フォーラム A が7月21日にそう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 ございますよ。ありがとうございますね。チケット発売24日からです今月ね。そうですね、ぜひ、はい、ぜひぜひいらしていただきたいと思います。721でございます、ね、月曜日祝日です。そして9月の27日にサマーピクニックまたやるんですよね。ありますね、大阪万博記念公演それこそ岡本太郎さん、岡本太郎さん、なんだこれ、あの爆発だ、爆発、太陽の塔、太陽の塔、ここでやるんです簡単に来られて止めるかサマーピクニック、翔也とイルカさん、佐田さん、森山涼子さん、他ゲスト多数、こちら9月27日でございます。誰が出てる、あとね、マッキーも来ますね。マッキーも出る、うん、はい、それから松山千春も、千春も来ますか、うん、まあ、あと、まあ、ちょろちょろ、はい、まあ、こうちゃんもそのあたりブラブラしてたら遊びに、ね、ブラブラしてたらですね、してブラブラしてたら大阪でね、ブラブラしてたら大阪でブラブラしてたら来てね。そうなんですよ、9月27日です。9月20日は僕はあの拓郎さんとか、拓郎さんとかムッシュとか昴生さんとか会っちゃいけない日ですから。あ、何ですかそれ。9月20日はですね、はい、あの去年は大滝さんがこちらに来ていただいて、大滝栄一さんが来ていただいて、それが最後の放送になっちゃったんです。おー、でそれこそ5年前昴生さんに来ていただいた時の、うん、サマーピクニックが9月20日で、加藤さんと会ったのが最後だったんです。加藤和彦さん、その日があったのが僕9月20日9月20日が2つ。おお、なので9月20日でなくてよかったです。気をつけないと悪いな気をつけないとな、完全に思い出に殺されて、あの20日はどっかでリハとかやってますか、昴生さん。うん、教えない、簡単に教えて、たまるか、お前たち。だから僕はあの9月20日は家にいることにしてるんですけど、あ、それはいいかもしれない、はい、そうなんです。本当ですか。そうなんですよ、びっくりですよね、後で気が付いてるんですね。でも加藤さんがね、その9月20日のサマーピクニック、そうなんです、本当にあれは最後になっちゃって、最後にね、こうちゃんと一緒に ねステージやっていただいて、あのスバをみんなと一緒に歌って、そうですよね。でもね、今思うとやっぱちょっといつもの加藤さんよりも、うん、どうだ、なんかね違ってた、うん、精細がないっていうか、ちょっとはもっといつもはきちんとしてた感じなんですけど、ちょっとなんかね、起きたてみたいな、なんでしょう、ね、あ、そうだった、うん、そんな感じがしました、ね、あ、それはやっぱりそばにいつもいるからね、分かった、僕らは気づく、本当気づかなかったです。楽しそうでしたからね、楽しそうにしてたし、そうですね、なんかね、あの時ビギンもいたんですけどもね、はい、楽屋にいてビギン紹介、加藤さん紹介したら、そうだそうだ、僕ね君たちのファンなんだとか言って、すごい和やかな雰囲気でしたね、知ったからびっくりしましたね。でも後で聞いたら、もうあの頃には、うん、あの自分でいついつぐらいに、うん、この世を去ろうっていうのは自分の中でも決めてたみたいですね。どうですか、自分を、まあ、最後もプロデュースするっていう、うん、そんな方だったみたいですね。大滝さんはちょっとね、僕意外で、うん、あっけに捉えてしまったんですけどね。大滝さんね、僕ね、実は大滝さんのね、はい、
空飛ぶクジラって歌をずいぶん昔にナッシュブルでレコーディングしたんですよ。それは高瀬さんと大滝さんとの付き合いがあったんですか？いや、そうじゃなくて僕が勝手に好きで、はい、いい曲でしたもんね。いい曲、それで僕も大好きです。もうナッシュブルの当時の最高ミュージシャンですね、はいはい、サム・ブッシュさんとかね、こう、はい、あるいはこのフィドルの、はい、あの人とかね、はい、もう名前がどんどん忘れてきますね。でもナッシュブルで、うん、エディ・レイヤーさん、ね、トラムスとかね、小瀬さんのアルバムで、そうなんです、あったあった、うん、あれはカバーばっかだったんですか？カバーアルバムも大昔ジェッツはやってんですね、はいはい、今はそれこそカバーブームでね、あの70年代の曲を掘り起こすってのありますけど、結構ねこれあの全員ナッシュビルのミュージシャンなんです、超売れっ子の、はい、相当サウンド的にもいいですよ。やっぱり一緒にやっててというか向こうにいて、うん、で出音というか出てくる音は全く日本とは違う感じです。ちょっとだけあるこれアルバム空飛ぶクジラ丸々かけられます。54分40に入ればフルコーラス入ります。54分40に入れば、はい、じゃあ今53分40だから、はい、あと1分後に出ればいいんだな。でも今出しちゃって後でまたお話を、ね、あそれもそうするか、うん、聞いてみましょうよ、うん、まあ、お前たちに聞かれてたまるか。あ、これだ、空飛ぶクジラ、大滝さんの曲です。このハッピーエンドの中に入ってる時からこの歌、はい、結構気になってて。そうですよね、うん、これハッピーエンド時代にソロ名義で出した。あ、そうですかね。ソロ名義 の最初のシングルですね。あ、そうだったんだ、はい、ただまだハッピーエンドやってる頃ですよ。あ、そうなんだ、はいはい、だ風待ちロマンの風待ちロマンよりはちょっと後ですね。後ですか、はい、うわー、でもおしゃれなんだよね。おしゃれだよね。おしゃれですね。なんかちょっとヨーロッパ風な感じが、そうですね、いいよね、はいはい、うん、そうなんだ、クラリネットみたいなのが入ってた、うんうん、そう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 、大滝さんとは交流あったんですか？いや、僕はなかったですね。直接はそんなになかったですか、ね、でもやっぱりハッピーエンドみたいな、うん、バンドが日本には当時いなかったから、そうですよね、みんな憧れたんですよね。芸術性っていうか高かったですよね、うん、今聞いてもすごい音も耐えられるし、うんうんうん、こんな70年代初頭の作品なのにすごいですよね。なんか10秒前ですか？10秒前、じゃあまた後半もう帰っていいのか？いや、まだです。なんだこれ、帰っていいのか？待っててください、もうちょい。 Back 5 Concert Information 10時になっちゃいました、高瀬さん。あら、あともう20分ちょいですよ。あ、そうですか、ね、懐かしい歌いたいおしもし人や新鮮ですけど、街を訪ねて汽車を降りてみても、カメラさん聞いてるかな、目に映るカメラさん、時のどこですか今、心が六本木を徘徊なさってるんでしょうか。帰ってゆく場所ないのなら、雪積もの触れ合い、聞いてる方で鎌谷さんを見つけたら会うのもいいさ、今ここへ連絡をいただければ、先生や夫婦、そんな時そんな時、先生や戻っておいでよと歌ってる君の部屋に、僕一人いてもいいかい、朝を待つのが辛いから、先生や帰る場所もあったくろだ、先生やカメラさん聞いてるかな、ボーカルさんやっぱ聞いてたみたいですよ。さっき連絡ありました、田瀬にやっぱメールが入りました。入った、本人から、本人から、
途中から聞き始めたんで、生ホースってのはすごいですよ、こういうことがありますか、ね、なのであの、さっきのボーカルさんの話題のとこは聞いてなかったらしいんですよ、よかったですね、聞いてないボーカルさん、よかったな、ボーカルさんよかったですね、聞かないで、聞かなかった、今もうイライラしてますよ、ボーカルさん何喋ったんだお前らみたいな頼むよ坂崎言ってますよ今のねえ、よかったですね、聞かないで、本当によかったと思いますが、でも本人には伝わったということですね、伝わったというこれは生放送のね、生放送ですよ、特徴でございますね、特徴でございます、同時性がね、同時性、大きな特徴だと思いますね、そうですね、これは生放送の持つ良さですよ、良さです、こうせつもね、全国、あ、全国今聞けますからね、全国聞けちゃうんですよ、今全国なんだよ、そうなんですよ、大分でも聞けます、聞けます、あ、聞いてるかな大分の人間聞いてますか、聞いてるかな、大分の皆さん、大分の皆さんメールくださいね、本当だよ、はい、先生待ってですよ君の声がカボスだよ、大分はカボスだ、カボス、カボスを忘れちゃいかんよ、カボス精神、カボス精神、カボス精神を忘れちゃいやお前たちに簡単に絞られてたまるか、俺はカボス、お前はすだち、そして君はゆずか、なんでかみたいですねすごいなこれ生放送いいですね、高瀬さんと2人でボーイズモノできそうですこれ全然大丈夫ですよ、ボーイズモノ、ボーイズモノ、長男はボーイズモノに参加しないでしょうねきっと、実はそのシャーララっていう歌を引き継いで、あんだけ神だった高瀬さんだったのに、パンナさんと翔也ね、3人で、ね、3人でやった時にすごく嫌がってましたね、やっぱりシャーララっていうの、先輩の言うことでもやっぱりちょっと、シャーララに関しては下うつむき加減でシャーララって聞こえない、あ、そうですか、もっと大きな声で、シャーラ聞こえない、もっと大きな声でパンダさんも嫌がりますね、パンダさんもあんまり実は本当は好きじゃなかったんですけど、本当シャーララダメだったんだ、やっぱりこう積極的にやってくれる人じゃないとそうなんです、ダメですね、ダメなんですよ、佐田さんどうですかね、佐田さん意外と割り切るとやるんじゃないですかね、やります、千春はやんないですかね、千春難しいかな、やんないかな、千春、もう俺でいいよ、いいよとかまあまあいいよなって思ったらなんかしなやんのかな、おしゃる、こうするいいよ、俺はやるよ、俺はやるけど、そうそうそう、変ななんか節回しが入っちゃうやったらうまいじゃん、めくるめくる季節の中で、あのダメすぎ何を思うだろうだろう、王が長いですもんね、あ、お長い長い長すぎ長すぎお客さん白線より下がってお待ちください長い長いお客さん白線より下がってお待ちください長お客さん白線より下がってお待ちください長いんだあいつは、ね、辛く辛くなるような長いピー失礼いたしましたピーあれは何でしたかねあの歌、うん、なんかありましたよね、ありました、辛くなるような長いピー何でしたっけ、ありましたね、マヒナスターズマヒナスターズマヒナスターズだ、あれピーですか、いや長い夜なんです、そうですよね、そうで、でも僕らはピーで歌ってたから入れちゃってんですか、出足が出てこない、出足がマヒナスターズだ、出足が出足じゃないですか、辛くなるような長い夜ダララ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 ラダンダダダンダン愛して愛して愛しちゃったのよじゃない、そうですね、愛しちゃったのよラララ愛しちゃったのよラララララ、誰でも覚めてもただだなただけ生きている、生きてるのが辛くなるようなピー長いピー
んで B なんそんなんでですか。生きているのが辛くなるような長い B、はい、なんでですかね。なんだかか白線より下がってお待ちください。長いいい白線より下がってお待ちください。暗くなるような長いピーッ。わかんないな。わかんないな。なんでピーなんですかね。わかんないですよね。ゴセスさんが入れたんですかピーを。今はちょっと今はちょっとそれはなんか皆さんが僕は歌詞を忘れたからピーって言うしかなかった。さあそっちですか、あれなんかまずい歌詞なのかなと思ったんですけど。そうじゃないですね。長い。長やんとはこういうあれですか？歌はダメです。ステージでは今もうやんないんですか？カンナのカンパチとかやんないんですか？これダメですね。こういう歌は。ダメですか？ええ、知らん。コウセさんのなんかこうアドリブで入っても。今もついや喜んでやるん、まあ、率先して、まあ、自分が表立ってって言ったことではなくて後ろでフレーズでは入れてくれますね。え今でもステージでそういうのは小瀬さんもちょくってやります。ちょくってやってコピッとコピッとコピッと出汁の歌とかそういうのそう出汁の歌はもう今日初めてここで封印、そうそう封印ですね。なんか何曲かこの生放送でも名作がありましたよね。何曲かありましたね。あと僕がよく覚えたのはガス抜きの歌。なんかガス抜きガス抜きって言ってたのはありましたけどね。5年前ですね。でなんだっけな、ガス抜きの歌ありましたよね。神田のカンパチっていうのは翔やんとこせさんのあれですか。俺はそうその頃ねその頃かぐや姫の頃ですか作った歌なんですよね。翔也今でも言いますもんね、その小説がね突然歌い出すんだよ。こういうのカンナナカンパチってついてくの大変なんだよとかっておっしゃってました。悪いことしたね。苦労かけたね。本当に苦労かけたね。苦労かけたね。でもまあそれはいいんですよ、先輩ですから。何まで行って歌ったんだからな。どこですか。大変だったよ、はい、な。だったな、それな。取っ払いだったもんな。あの当時はさ。当時は取っ払いだからな。取っ払だった。その日に飲んじゃって終わっちゃったもんな、みんなで。もんな。みんなで食っちゃって終わっちゃったもんな。食っちゃったもんな。だけど楽しかったからな。うん。領収書捨てたんだよな。領収書捨てたんだよな。当時はな。当時はな。な。領収書なんか持っててもしょうがなかったんだな。なんだな。あの時はな。だからさ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 。旅に行くだけでさ。そう。結構おもろかったんだな。そうそう。噛み合わせ悪くてさ。噛み合わせがね。発音がわかんねえんだってよ。なくなっちゃってさ。下の方がちょっと出てきちゃった。だからあの歯医者だけは行くなって俺が何回も言った。注意したんだな。噛み合わせ悪くなっちゃったんだな。そう、注意金で言っちゃったからかな。小銭を捨てたんだ。それがまずかったんだ。小銭捨てたらしいな。川に。小銭な捨てたんだよ。小銭捨てたったんだよ。ダメだってな。大臣にこげって言われたんだけど。小銭を捨てたらしいな。小銭捨てたったんだよ。なあれは大臣に捨てたよかったな。取っときゃよかった。あれが今勝ちた。上がってんだよ。今取っときゃな。取っときゃよかったんだけど。今になって後悔してる。買わせでよ。買わせでな。買わせでな。弦がな。何本変えたか、あの小銭でよ。だから捨てるな。あの時は6本300円くらいだったな。300円だった。あれが小銭を取っときゃ買えたんだ。川に捨てちゃったからな。あの時な。あら、辛かったよ。取っときゃよかったな。本当の話だ。本当だ。辛くなるよな。辛くなるよな。長いピーああ、みんな絶対ついてこいよ。ここにあった銀杖お前飲んじゃったのか。ここにあった銀杖純米どこに行ったのか。おっかさん小銭を貯めておいて私は銀米純米だろう。なんで銀米なんて言ったんだ。いやそれは銀だろう。その前に食べたのがいやーここに影響してくるとは思わなかったんです。だらーっとしたのを下げてどこまでお前らだらっと下がってるんだ。だら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 銀だら銀だらが影響し銀だらを銀だら銀だら銀だら
銀だら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 宇宙加入者振り返し鬼富士神よ日富士な配置やば銀だら銀だら銀だら銀だありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あんまり小手に取ってきゃ、ね、よかったんだけど。あれ、あ、ちいさんからですね、はい、メール来て、はい、今日は島倉さんのお話もしてくださって、それメインですからね。すいません。そっちがメインそうです。銀だらではないです。そっちがメイン。あ、すいません。ちいさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。ここで今ね話を戻してくれましたから、ね。ああよかった。大瀬さん今日来てくださったの。これが今までのは全然今までのはね無駄話ですから、ね。無駄話、はい。ここですね。ここです。大事なのは島倉さんの、歌を初めてですね。カラタシの小道がラジオから流れた時に涙が止まりませんでした。嬉しいな。もちろん、いわゆる声が出ているというものではないんでしょうが力のある。心に突き刺さってくるようなそうですね僕もね、亡くなられてワイドショーでねずっと島倉さんの、話題になってて、あの高瀬さんが作られて北条さんにしたそうです、ね、あれは詩の方は詩は一応、まあ、僕と北条さん最初僕は作ったのそうだそうだ、まあ、北条さんに最後仕上げをやっていただいたんですけどもね、はいはい、やっぱ空たちというのはどうしても、うん、そうなんです高瀬さん世代僕らもそうですけども僕らもやっぱデビュー作はこの世の花っていう歌なんですで2作目が空たちに2作目だったんです、心ですきっとお叫んでも口では言えぬただの人とっていうところがやっぱり島倉さんですよねもうこのなんていうか少女の思いっていうかねそのイメージが僕の中にもありましてねそれで島倉さんが来年60周年だから歌を作っていただきたいって言った時にもうもちろんですと国民歌手でございますし光栄なことですということで僕はそのモチーフの中に島倉さんが10代の頃に歌ったり「空たち日記」っていうのがなんか頭をよぎりましてそれで「空たちの小道」っていう歌に行ったんですねなるほど、それで島倉さんが亡くなった後そのマネージャーというか一番最後まで近くにいらした女性の方なんですが、まあ葬式が終わって後で聞いた話でその、この歌を僕に島倉さんが歌い継いでほしいというような伝言があったらしくてなるほどそれでレコーディングしましてねはいはい今回ですねそうなんです今日これを持ってきたんですよこれを持ってきたのガンダーラじゃないですよ今日ギンダーラじゃないですよね白線より下がってじゃないですよギンダーラお待ちくださいもうやめてくださいよ白線より下がってこんな大事な話をするために来たら本当ですよね島倉さんがでもその60周年で、はい高瀬さんの曲作られた時っていうのは、もうお体の方はあれですかだいぶ良くなかったんですか良くなかったかな依頼を受けた時はちょうど1年ちょっと前なんですよ分からなかったんですが歌入れはもうね本当にああちょっとその頃はもう本当にもうその後のすぐ昏睡状態になってそのまま3日後亡くなられましたんで、命がけでレコーディングっていうか命と引き換えに本当ですね、歌ったってっていう感じですよね、あんまりそういう話は聞いたことないですもんね聞いたことないですね最後の力を振り絞って歌うっていうのはそうね、そのまま亡くなったわけですからねそうですよね本当にだから歌い切って亡くなったっていう感じ、まさにですよねそうですまあ誤解を恐れず言うと本当に歌を生き歌にと共に亡くなったっていう、そういう意味では本当に歌手をうん、全うしたっていうことになりますかね、何度もお会いしてるんですか高瀬さん何度もっていうかまあ今回の打ち合わせでねそれまでは挨拶交わす程度ですねまあそれで島倉さんの詩にね、曲を書いていただきたいっていうのもあって何年か前に、そういうことはありましたけれども、例えば2人でお茶を飲んだとか、あるいはご飯を食べたと一度もないんですね、そうですか、でも会うこと度にこう親しく挨拶させていただいたんですね、で2人で共演というかNHK で日本の歌っていう BS のシリーズがありまして、それで北海道の旭川に、
僕もその時にゲストで、島倉さんもゲストで、で前のゲストの人たちがこう次々歌ってる時に、やっぱ大御所ですから、ね、ポツンと一人で見てたんですね、そしたら私緊張するって、なんか「島倉さんそれはないでしょうね、本当実は緊張するんですよ」って「そうですか、あの手握ってていいですか?」って島倉さんがおっしゃったんですよ、で「いやもうそんどうぞどうぞ」って、まあ、体調も悪かったみたいだから、で前の方が歌い終わってと出ていく時に、じゃあ頑張っていってらっしゃってください、で歌ってまた戻ってきて、緊張した、でもよかったありがとうって言ったのを覚えてます、あそうですか、それは何年も前ですか、いやもう亡くなる1年そんな、じゃあやっぱ体調、曲の依頼を受ける前の話ですよね、はい、じゃあそういうことがあったので余計に高瀬さんに曲書いてもらいたいとかってのがあったの、そう手のぬくもりがあったんですか、なんかね、でもね島倉さん割はやっぱりあの新しいものが好きな人で、そうですよ、ね、我々 ね、もう多分アルフィーとかね、あの拓郎さんとかね、はい、いろんな人の歌が好きだったんですね、森山良子さんとか、ね、はいはい、僕はあれが好きだったな、愛のさざ波でしたっけ、あこの世に神様が、ね、あれなんかすごいモダンな浜口蔵之介さん、浜倉さんですか、あのママさんとパパスの、あっマンデーマンデーマンデー思わせるような、そうだそうだ、シャーラーそうですね、ラーラーラーマンデーマンデーだ、ラーラーそうかそうか、ね、そうだ後ろにずっとコーラスが流れてて、この世に神様、うん、そうそうそう、あそうか、マンデーマンデーっぽいですね、っぽかったって、おしゃれですよね、演歌演歌っていう感じではなく洋楽って、で島倉さんのあの声だから合うんです、なんかすごくねイメージはね、ミスマッチっぽいところがもうすごいなんかインパクトがあって、そうですよね、やっぱ子供の頃から高瀬さんはもう子供の時からですよね、そう何歳も島倉さんのファン、上ですか、そのいやも年齢的に、向こうは70代私は60代ですか、10ぐらいですかね、あじゃあもう本当に高瀬さんは小学生中学生ぐらいから、そうなんです、あの聞いてましたからね、なんとも言えなあのこ声がこう、ね、コロコロ可愛いんですよね、はい、歌がうまくて音程外さないし、ピッチいいですよね、すごくいいですね、そうなんだ、あのちょっと震える声が独特な、そうなんですよね、普通だとちりめんとか言われちゃうんだけど島倉さんはそういう声じゃないんですよね、ないです ね、 ね、すごい不思議な、で出身があのね東京の品川っていうね、品川ですか、ど真ん中ですよね、ああそうなんだ、ねふるさとがなんかどっかにありそうですよね、なんかリンゴが花が咲くところとか ね、 そうですね、そういうイメージですね、あるんですけど実は東京なんですね、都会っ子なんだ、うん、都会っ子なんですよね、高瀬さんのレコーディングはじゃあその島倉さんの意思を継いで、うん、やっぱりやっぱりやるしかないなって感じですか、そうですね、割合、うん、あのそのイメージを壊さないように、うん、僕は作った歌ではありますけれども、うん、島倉さんが歌ったあの歌をイメージを壊さないように、うん、あの自分なりに歌ったし、はい、からアレンジ も同じコードでいきましたね、はい、なるべくも損なわないように、そうなんですよね、最初に島倉さんにあのお渡しした時はデモテープみたいな、そうなんですよ、まあ譜面と歌詞とデモテープ、はい、小瀬さん歌ってる、はい、僕は歌ってるテープで、それであの随分歌い方を彼女が毎日練習してたっていう、あそうですか、こと言ってましたね、そうなんだよね、じゃあちょっと小瀬さんにとっても当然ですけど思い入れのね深い曲ですもんね、こうからたちの小道、ね、小道ね、これじゃあ お別れにおかけします、ありがとうございます、その前に、はい、もう一度じゃあ復習でございます、うん、はい、ありがとう、かぐや姫プラス風の新ユニットね、姫風、姫風、はい、これが、2010年今年7月の21日でございますね、ね、国際フォーラム A で、開演が夕方の5時でございまして全席指定で7500円、リーズナブルですね、ポール・マッカートニーに比べると、そうです、安いですよ、はい、ですよね、安いですよ、はい、7500円でございます、はい、チケット発売は5月の24日からということですね、そうですね、はい、お待ちしております、はい、もうほとんど風とかぐや姫の曲で、そうなんです、まあその2つ合わせても十分レパートリーいっぱいありますもんね、 ありがとうございますね、そして、うん、この間日比谷の野音は終わってしまったんですよね、終わりました、先週ですか、この間ね、
10日ですよね、10日前日比谷野音でいつも僕らは行けない時期なんです。本当ですね、博多にいましたゲストにって言いたいんですけど本当にすいません、小瀬さんサンパレス2日間やったんです。そうなんです、ちょうどその時でした。すごいな、アルフィーパワーは衰えないね、大したもんだ、とんでもない、大したもんだ、いえいえいえ、もう白線よりを下がっておる。サマーピクニックが、9月27日ですね、大阪の万博記念公園 で、 そうです、ね、東の広場というところですね、はい、あ、こちらはブロック指定が8800円ですが小学生が4400円、うん、半額ですね小学生、うん、そうですよね、はい、昼間の2時からとなってます ね、 ね、開演、そうですね、昼間の2時開演でございます、ね、9月27日でございます、サマーピクニック、元気になれるように、そうですね、あ、高瀬さん意外と雨男ですね、今年のね、日比谷野音は晴れたんです、あ、すっごい晴れた、本当、うん、風とかは大丈夫ですか、風はちょっとありましたね、ちょっと本当風強いですもんね、そうですよね、でもまあ晴れてよかった、ゲストのあのゆきさおりさんとあのしおあの安田幸子さん、はいはい、お姉妹、風にスカートがちょっとこうひらひらひらって、まあ長めのスカートですけど、はいはい、でもその後あの森高千里さんの、はい、またちょっと短めのスカートで風がわーっと揺れたんですけども、はい、男の目線は、なんかちょっとどこまでどこまで、はい、ありがとうございました、コンサートありがとうございました、はい、じゃあ、そのこの2つでいいんですか、コンサートはとりあえずもちろんもちろんもちろん、はい、もう十分でございます、それとじゃあカラタチの小道を今日は覚えていただいてながら、他のことは全部忘れていただいて、それがいいと思います、今まであったことは全部忘れてください全部忘れて結構白線より下がってお聞きください、わかりました、南こうせつさんでございました、本当ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあカラタチの小道を聞いてください、ありがとうございます。